金属に反応が出やすい人の適合テストです。まず実験者は何も持たずに患者さんに接近します。次にキンパラジウム銀合金を持って接近すると、患者さんの身体は自然に後ずさりします。白金課金合金を持って接近すると、患者さんの身体は前に来ます。適合テストではこの患者さんにとってキンパラジウム銀合金は身体に不適合な金属、白金課金合金は適合する金属ということになります。皮膚疾患で来院され治療を終えた患者さんに伺いました。あとは残っていますけども、これって最初は右がえぐれる状態でかさぶたを取ったら、その中までここバッと取れてしまって血が出て、これが全身なんです。平成6年に手や足に発症し、その後全身に広がる。いろいろ治療したが主治医からは一生治らないと言われた。平成14年3月来院、診察テストの結果金属の不適合があり、それを改善する治療を行いました。あとはちょっと月かかりますけども、傷跡が薄くなっていって消えるのを、楽しみにして来年の夏は半袖を着たいなと思っています。楽しみですね。